着いた。見ろ、ここに何か作れるんじゃないか。手早く作っちまうか。風が気持ちいいぜ。これリアのやつだ。これは珍しいものだね。やるか。後ろは任せておいて。だからしれって。僕を見ろ。いい指示してるぜ。バンカーショット、アイティンストライク。作戦の差、敵の注意だ。ダブルスピンエッジ。ボルトアッパー。ブリッツパンチ。僕を見ろ。ダブルスピンエッジ。流れが変わって。ブースト。バッチリ決まってるな。レックス、その調子で頼む。これを押してくるんだな。訓練の足しにはなったかもね。ストロングアサルト。こっちから行くぜ。悪くない動きだ。アイティストライク。アンカーショット。リラッシュ。ボルトアッパー。ワールドエッジ。ミッドエッジ。核炎の層。デュアルブラスト。アイティストライク。あ、ダブルスピンエッジ。大回転の時。勝てたな。俺たちの力見せてやろうぜ。了解だ。最善を尽くそう。やっ、ヒガンバナ。やべ、振り上げる。ハッピボルトアッパー。ブリッツパンチ。レッキッドオーショー。デュアルブラスト。その程度で僕たちを止められると。準備運動にもならなかったぜ。よし、やってやるか。後ろは任せておいて。崩すよ。こっちから行って。いいぞ、マシン。やっ、抜いてやがる。まだ歌うには耐えて。あっ、格闘だぜ、マシン。ボルトアッパー。ダブルスピンエッジ。ファイティングストライク。これ打ち上げる。難なく倒せたな。手間はかからなかった。
よし、やってやるか。アジュ、このまま突っ走るぞ。バジュ、敵の距離が取れた。コースを見ろ、助かる。ダブルスピンエッジストライク。頼んで。アッハ、ヒガンバナ。ここダブルスピンエッジ、バッチリ決まってるな。次も2人で行く。楽勝楽勝。予想通りの結果だ。よし、やってやるか。またいつでも相手になるから。これ珍しいやつじゃない？俺が突っ込む。大ボール。これで十分だな。手間はかからなかった。この辺りにあるはずなんだから。俺が突っ込む。訓練の足しにはなったかもね。と、いや、そりゃ。嘘、追ってくる気？アースの融合を狙うぞ。崩すよ。このやつに。ガンバナッチ。オルトアッパー。ここ打ち上げる。奥が相手だ。助かれ。僕を見ろ。助かれ。ここ後ろ注意よ。核炎の層大丈夫。時間が過ぎた。無理はよくない。巻き返すのが大事だ。切った。変わらずだな。目があるぜ。いい動きね。いいじゃない。やあ、ダブルスピンエッジ。ずっと僕を見てて。敵の注意が取れた。準備いいか。その言葉を待ってたね。ハイキーストライク。コンビネーションだ。お次は俺だ。ガッテンと決めてやるぜ。こいつで、どうだ。こっちが成功だ。やるぞ。僕を見ろ。サンキュー。僕を見ろ。シャトルとなります。敵の注意よ。ディレクテ。かぶってきた。楽勝楽勝。手間はかからなかった。応戦する。ブレッシュユース。日本情報が集まって。どこからでもかかってきな。戦いになると元気ね。ヒガンバナ。オルトアッパー。打ち上げる。ストライク。ダブルスピンエッジ、ね、こんなの朝飯前ってな。すんなり勝てたな。そりゃ、次へ行きましょう。やっ、やった。ここからも行けそうだぞ。時が経つのは早いな。どうぞ。完璧な勝利ね。本気出すまでもなかったな。やっ、どこからでもかかってきな。問題なし。
負ける気がしねえな。と。感じるな。覚悟しな、モンスターども。そうだよ、ダメだ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 、こいつは負ける気がしねえな。こっち来い。とっとと蹴散らそうぜ。注意が取れた。ちゃんと登録できたな。バーティックだ。なんなら倒せたな。手間はかからなかった。どうやら目立ちすぎたようだ。強くなってやるぜ。どうやら目立ちすぎたようだ。ヒガンバナル。まだおかわりは前へって。ワールウィンド崩れろ。ヒレッセアンカーショット。打ち上げストライク。この時に燃えた。僕が相手だ。こいつはありがとう。まずい。敵の注意が取れた。はっ。いや、こんなのはどう。敵の注意が取れた。あるぜ。捕らえた。僕が相手だ。ありがとう。ダイナピーク。完全に敵の注意を捉えた。僕が相手だ。こいつはありがとう。やあ、崩れろ。敵の注意を。ダブルスピンエッジ。もう捉えた。僕が相手だ。ランキュー。まずい。敵の注意が取れた。僕を見ろ。よし。で、俺とお前ならやる。敵の注意を。最高だ。
奥が相手だ。こいつはありがてえ。もう負けてらんねえな。敵の注意を。回復は任せてくれ。いいサポート。ジャンパー。ダブルスピンヘッジ。ライトシールド。相手はスライク。捉えた。奥が相手だ。サンキュー。難なく倒せたな。本気出すまでもなかったな。珍しいもんゲット。それやった。それっ、次に行くよ。それそれ、いっけえ。靴に水が入って気持ち悪い。匂いが残らないように後でちゃんと乾かすんだぞ。珍しいもんゲット。いただき、ロコンメダルか。ありがたく頂戴しよう。ウォームアップにはちょうどいい。ちゃんと登録できた。ドレイジ大火。みんなお疲れ様。この辺か。探してみるか。あそこにまだ何か入っていそうだね。そらよっと。ロコンメダルじゃん。ロコンメダルね。装備が充実しそうね。使いこなしてみせる。力を感じるな。アーツの連動が上がったな。アーツの連動が上がったな。いや、そりゃと、いや、いや、そりゃと、そりゃ、これレアなやつだ。いや、何か俺たちの力見せてやろうぜ。了解だ。最善を尽くそう。キレッセ。アクアルブレイク。アクアルブレイク。
だ。期待に応えよう。チェックっと。アーツの練度が上がったな。
珍しいもんゲット。ものづくりは嫌いじゃないぜ。暗くなってきた。これ、レアなやつだ。見つけたな。探し物はこれか。やったぜ。まだ伸びしろあるぜ。俺って才能ある？俺って才能ある？しに来た。さて、どう動くのが傑作かな。こんだけ倒せば十分だろう。回復は任せてくれ。見かけない素材だな。あんなところに穴があったなんて。ったく、驚かせやがって。ここしよう。こっちが先行だ。こっちから行って。序目を見ろ。ゲームカウントだ。ダブルシリエンジ。敵の強いよ。ゴリラの力に入って助かれ。バンカーショット起き上がれ。やっ、ヒガンマだ。耐えろ。バッチリ決まってるな。やるかも。ダブルシリエンジ。僕が相手だ。そろそろ俺を任せる修行はねえな。俺たちの力、私たちの知識が増えた。楽勝楽勝。訓練の足しにはなったかもね。完璧な勝利ね。もっと褒めてくれていいんだぞ。難なく倒せたな。準備運動にもならなかったぜ。
着だ。ありがとう。ダブルスピンエッジ。
の強さは青天井。こいつはいい。こいつはいい。と。それじゃ仕切り直して。ニコル、大事な話ってなんだ？あのさ、カギロイと話し合ったんだ、僕たちのこれからのこと。僕たちも戦う、マシューたちと一緒に戦いたいんだ。そいつはつまりお前たちもオリジンに行くって意味か？うん、確かにマシューのおかげでもう戦う必要はなくなったけど、でも僕とカギロイの命は、残された時間は限られてる。その時間をマシューたちのために使いたいんだ。ニコル、お前そのアルファだっけ？そいつを倒さないと世界そのものが危ういんでしょ？それが本当なら私たちも人事じゃ済まないし。だったらダメだ。何よ、足手まといって言いたいわけ？私たちは兵士よ。ちゃんと戦えるし、覚悟だってできてる。いいか、よく聞け。覚悟さえあればアルファと渡り合えるなんて思うな。この戦いにおいて覚悟以上に必要なのは力だ。アルファに対抗するためにはウロボロスパワーの力が不可欠と言ってもいい。だが君たちに宿るそれはまだ覚醒したばかりで、アルファと戦うには不十分だ。そんなのやってみなきゃ。わかるんだよ、今のお前らじゃどうあがいても返り討ちだ。かつての俺たちのようにな。俺も今回ばかりはお前らを守りながら戦う余裕はない。ここでおとなしく。もし力が得られるとしたら。なんだと？リクからいろいろと聞いたんだ、ウロボロスストーンのこと。あの装置はウロボロスパワーを、力を発動するための機能が備わってる。しかもまだ改良の余地があって、僕たちの知らない力が秘められている。その力を引き出せれば僕とカギロイのウロボロスパワーもより強力になるはず。うん、確かにその可能性は否定できないな。そんな付け焼き場でどうにかなる相手じゃない。それこそやってみなくちゃわからないでしょ。あのな、俺はお前のためを思って。いや、レックス、カギロイの言う通りだぜ。お前一つでもできることがある。なのにただ何もせずじっとしてるなんざ俺だって嫌だ。残された時間が限られてるのならなおさらそう思うぜ。それにさ、
まだ短い付き合いだけど、俺は二人のこと仲間だって思ってる。お前らが一緒に戦うって言ってくれた時、正直嬉しかったぜ。マッシュ、どちらの言い分にも一理ある。このままでは平行線だが、どうする？さて、どうしたものかな。力を引き出すと言ったな。具体的な方策はあるのか？それについては陸に考えがあるみたい。準備ができたら教えてくれるって。いいだろう。続きは陸の話を聞いてからだ。人が協力してあげるって言ってるのに、何なのよあの態度。今のあなたには知る由もないことです。はあ、意味わかんない。とにかく俺たちも陸のところに行こうぜ。うん。レックス、陸とは仲いいのか？ニコル。うん、自分で言うのも変だけど、なんとなく気が合うんだ。リク、やれやれ。もう大勢で押しかけて何事も。リクは今ウロボロスストーンの調整で取り込み中も。後にするも。そのウロボロスストーンのことだよ。前に話してたパワーアップの件、詳しく聞かせてほしいんだ。それを早く言うも。だったらいいタイミングで来てくれたもん。ちょっと待つも。ウロボロスストーンの原型は、うんと前にケベスとアグヌスの女王が作ったものも。だけど完全じゃなかったから、ウロボロスの力を引き出せたものもメビウスにはかなわなかったも。ケベスの女王は捕らえられちゃって、残ったアグヌスの女王もメビウスから逃れるためにどこかに隠れたんだも。こいつを完全にするのにあとちょっとだったって聞いたも。わずかに残ってた当時の記録をもとに、装置自体の改良はリクがやってるも。でもきっとそれだけじゃ足りないも。必要なのは多分きっかけも。きっかけ？というわけで、これを二人に渡しておくも。そりゃなんだ？ウロボロスストーンとウロボロスパワー使用者を紐付けるための小型端末も。それをつけてウロボロスパワーを使うと、使用者の生体情報がウロボロスストーンに送られるも。そうすることでウロボロスストーンはさらに成長するはずも。ウロボロスストーンが成長すれば、端末を通じてニコルとカギロイの力もパワーアップするって寸法も。なるほどな。つまりそいつをつけて修行すればいいってことか。話はそう単純じゃないもん。さっきも言ったけど、成長にはより大きなきっかけが必要も。きっかけとか言われてもね、結局どうすればいいの？それが分かれば苦労しないもん。リクに分かるのは普通に戦う程度じゃダメってことくらいも。なんとなく分かったかもしれない。あの N っていう執政官と戦って追い詰められた時、マッシュのウロボロスパワーに明らかな変化があった。きっとあれがマッシュにとってのきっかけだったんじゃないかな。ああ、あれか。より強い敵との戦いがすなわちきっかけとなり得るということですか？だったら大物モンスターどもを片っ端から狩るってのはどうだ？いや、もっといい方法がある。
おいおい、そう来るか。僕たちが相手になろう。より強い敵としてね。え？ちょっと待ってよ、僕たちってまさか。2対1じゃフェアじゃないだろう。つまりそういうことだ。俺たちを倒すことができたら、あとはお前らの好きにすればいい。わかりやすいだろう。お、いいかもな、それ。シュルクとレックスなら相手にとって不足なしだろう。なんだ、おじけづいたのか。そんなことさて、コロニーの中でドンパチするわけにもいかねえし、場所を変えるか。そういうことなら、コロニーの裏手にあるあそこはどうかな。ゲトリクス信託跡地か。まあいいんじゃないか。俺は構わない。二人もそれでいいな。はい。望むところよ。ニコル、カギロイ、頑張れよ。応援してるぜ。ゲトリクス信託跡地はコロニーナインの外れにある。あそこなら邪魔も入らないし、ある意味おあつらえ向きだ。リーダーは俺。この程度の敵、何でもねえ。この選択が誤りじゃないといいんだ。崩すよ。はっ、ディレクセン。リリアス格炎だ。そう、いや、アイティーストライク。ダブルミニヘッジ、アイティーストライク。ダイボール、オルトアッパー、デュアルブラスト、崩れろ。ダブルミニヘッジ、違うぞ。
たちに任せて。任された。お宝ゲット！登録できた。目印つけとくか。どうやら先客がいるようだね。迷惑な客だな。タイミング悪すぎんだろ。そうでもないぜ。物は考えようだ。ウォーミングアップにはちょうどいいってな。あんなの相手にウォーミングアップってどんだけよ。でもやるしかない。ああその息だニコル。おっしゃ行くぜ。僕を見ろ。助かる。ボルトアッパー。後ろ注意を打ち上げる。リラックス。配信ストライク。ダブルスピンエンジン。ボルトアッパー。やあ IT ストライク。ラドレイジブリックスパイク。バッチリ決まってるな。誰かがダンティックダブルスピンエッジ。ピンクラップ。今のはどう。なぜ本気勢といくか。お見せてやろうぜ。回復は任せてくれ。裏切ってきた。これはちょっとマッシュ。諦めるな。マッシュ悪いな。ここマジロスッカイボール。ヘビーラッシュボルトアッパー。まだまだ。そろそろかな。一人では無理だ。二人ならダブルティストライク。そんなのは望んでない。モナドレイジストロングアサルト。ボルトアッパー。ここで終わるつもりか。力を合わせる時だ。我々の準備はできている。ダブルスピンエッジ再開で。ダブルスピンエッジ。運動区のバンザン支援に感謝。ビガンバだ。ダンキックヤーピート。ちょっと僕を見ていてね。次も期待してるぞ。大会それでは見つけたね。おう見せてやろうぜ。こんなのはどう。みんな僕を見ろ。無茶するな。待て。諦めるな。マッシュ悪いな。えい、ずっと僕を見ていて。ニコル、こっちだ。実は見てるだろうね。ダブルスピンエッジ。こっちはいつでも受ける。ああ、油断が過ぎた。まだ分かるけどカバーに入るね。で、その言葉を待ってたね。ここストロングアサルト。誰も止められねえ。これを試してみたい。それに続け。始めるぞ。
えていたんだ。これを試してみたい。やってみようか。決勝。よし、いい具合に体も温まってきたな。始めようか、二人とも。ええ。勝てるかな、僕たち。ちょっと、今それ言う？ごめん。そもそも勝つとか負けるとか私たちには関係ないんじゃないの？うん、あくまで目的はウロボロスストーンにデータを送ることだから。でもさ、やるからには勝ちたいよね。当然。お前にしては大胆な賭けに出たな、シュルク。これがお互いに納得できる最善かと思ってね。まあいいさ、どの道ここで終わるようじゃアルファとの戦いなんざ夢のまた夢だ。器はできていようと、カギロイもニコルも中身はまだ幼いままだ。ここは俺たちがケツを持ってやらなくちゃな。ああ、そうだね。それが大人としての責任だ。僕が前に出る。カギロイはサポートをお願い。分かってる。行くよ、ニコル。僕を見ろ。やるじゃん。同じモッドアーツを融合させて、頑張れ。ストロングアサルト、ブレードナゾバーナー、ブリッツパンチ、角炎の層、何、大カリン、あとはオーターフラワーだ。金ストリームレッジ、ローリングスマッシュ、ストロングアサルト、ハッ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 ヘビーラッシュ、ハッ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 、ダブルスピンエッジ、今のはどう？ここ、あとはレッカーゴー。
ストロングアサルト重効果のバンザこの周りなどはこっからはダブルスピンエッジタイミング合わせてよチャンスをものにする角炎の層ラドバスターこんなのはどう角炎の層デストラクションいいサポートはっ角炎の層ずっと僕を見ていてやるじゃないここストロングアセルトありがとう。いかに戦闘機を大火輪はっ行って角炎の層をかぶってきた私たちならやれるストロングアサルトトラドブレイカーまだ見せるからカバーに入るスリットエッジトータルデストラクションやっあっしゃバドバスター僕を見ていてやるじゃないここブリックパンチストリームまだいけるからカバーに入るいっせー仕上げといきましょうみんなすまないこれで決着にしよう。おう。来る。あと少しだ。ここを乗り切れば。あれは。カギロエ、見て端末がこれってお、エイ、今のああ、二人のウロボロスパワーがかつてないほど高まっているやるじゃないか、あいつら。これでも手を抜いたつもりはなかったんだけどな。ああ、してやられたって感じだ。嬉しい子さん、とも言えるね。大人の面目、丸つぶれだな。大丈夫よね。いや、そうでもね。どこか骨が折れたかもな。大変じゃない。今すぐ治療しなきゃ。ちょっと、そういう冗談やめてよ。全然面白くないから。お疲れさん、いいもん見せてもらったぜ。ああ、今の戦いはウロボロスストーンにとって十分きっかけとなったはずだ。うん、リクのところに戻って確かめよう。ウロボロスストーン、どうなったかな。やれることはやったんだし、きっと大丈夫よ。到着だ。
ニコル、カギロイ、よくやったもん。これを見るもん。ウロボロスストーンが光ってる。二人の生体情報を受信中に内部の光子エネルギーが急に霊気し始めたもん。ウロボロスストーンは間違いなく成長したもん。パワーアップは大成功もん。それじゃあ私たちのウロボロスパワーも。ウロボロスストーンと端末でリンクしてるカギロイとニコルも同じくパワーアップしてるはずも。ああ、ここまで来たら疑いようもないだろう。なんせこの手だれ二人に勝ったんだからな。僕もレックスも手を抜いたつもりはなかった。あれは紛れもなく二人の力だ。全言撤回するよ。今の君たちならアルファとも十分戦えるはずだ。ありがとうございます。で、そっちは？言っただろ、勝ったら好きにして構わないと。じゃあ認めてくれるのね、私たちのこと。ああ、本当によくやったよ。ひとまずこれで解決かな。人の親というのは子を守るためにあえてこの意志をくじくこともある。そういうものだと思っていたよ。くじいてやろうとしたさ。割と本気でな。だがあいつらにはそれを跳ねのけるだけの強さがあった。結果が全てさ。何がおかしい？いや違うんだ。ただふと思ってさ、彼らの成長を喜ぶ日がこうしてまた経験できるなんてってね。違いね。アルファを倒しても彼らに待ち受ける結末は変わらない。いざその時が来たら君たちは変えてやるさ、その結末ってやつを。たとえここが不条理でいびつな世界だろうと、子が親より先立つなんてことだけは絶対にさせねえよ。そのために打てる手は全て打つ。僕たちのこの命に変えても。まさか君たちは。これで監獄島に行く手はずは整ったな。あとは当日までに諸々の準備を済ませておくだけだ。ちゃんと休んで体も万全にしておきましょう。ああ、準備が終わったらテントで休むとしようぜ。武器の強化に装備の確認、準備は念入りにしておかないと。